またまた一人温泉一人旅でございますね。で今回はですね、下高井郡山の内町、というところに向かっております志賀高原エリアですね、こちらにとってもいい温泉があるということなので、行きたいんですけども、今回ちょっとね天気があんまり良くないみたいなんでね、ゆったりのんびり温泉を楽しみに行くというですね、一人温泉一人旅、ぜひ今回も一緒にお付き合いください。一望角さん、行きまーす。大西と申します。あ、これですね。一旦外出ていただいて、はい、少し下がったところ、煙突のついた建物がございまして、はい、こちらの店舗となっております。ちょっとまだね時間が早いので、そこまでドライブに行こうかなと思ってます。国道292号、ここは標高 1700m、 ここは標高 1700m もあるんだ。ここは 1800m、
標高2000メートルのところの国道です。2152メートル、出た、ここです。来た、ここが吉ヶ平湿原。すごい。群馬側。わー、なんだこれ。日本国道最高地点でございます。日本国道最高地点です。あの、何でしたっけ、日本最高国道地点、すごい良かったです。す、感動しましたよ。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。すごい雲海で、あ、本当ですか、一面雲海で、横手山ドライブ、横手山ドライブ、はいはい、そっからこっちの景色もすごかったですね。良かったですね。めちゃめちゃ感動しました。午前中、昼過ぎ、ちょっと過ぎぐらいまでもうですよね、良かったので、リフトも動いてないぐらいだったんですよ。すごい。それはすごい。絶景でした。よかった。すいません。はい、じゃあちょっと露天風呂を探して、はい。ちょっと行ってきます。
けさせて。はい。こちらは社長からのサービスで、ご厚意すいません。ありがとうございます。はい。こちら飲み物のお知らせ。あ、はい。ご注文ございました。こちらメニューございます。じゃあすいません。滋賀高原の IPA、はい、IPA、はい、はい、少々お願いします。はい、ペールエール、はい、失礼します。お天ぷらもお待ちいたしました。手曲がりだけ、こちら手前にある大きな葉っぱが雪笹という笹の葉でございます。はい、キノコと手前にございますキノコが黒アワビタケというキノコでございます。アワビタケ、はい、こちらも黒いですね。コリコリとした食感が大変珍しいキノコでございます。
はい、さて、ありがとうございます。真っ暗になりますかね。そうですね、ちょっと一旦8時ぐらいにちょっと様子見てみましょうか、はい、そんな感じでじゃあお待ちしてます。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。行けそうですか。行きましょうか。行きましょうか。いるかな。ちょっとまだピークが7月の下旬なもんで、はいはい、気をつけて。はい、いや満腹ですわ。あ、美味しかった。もう寝曲がりだけをたらふく食べました。あ、あれそうですよね。うわ、本当だ。もういましたね。もういましたね。よかった。うわ、すごい。ちゃんと取れてます。わ、すごい取れてる。うわ、お出迎えしてくれた。うわあ、綺麗、かわいい。確かにね。あ、ほら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 、あそこ。ね。あ、そうですね。ね。見えてますね。
うわうわ、知らなかったら怖いですよね。なんか人玉かと思いますよ、人玉かと思いますよ、あんな明るくやな、わかるかな、うわ、あ、捉えてます、捉えてます、大丈夫です。あ、こっちもいますね。うわこっちも飛んでますね。あ、ほんとほんとほんと、こっちもいますね。あ、すごい。卒業旅行で来た時は多分僕ね記憶ないんですけど、こっちの方だったと思うんですよ。ああ、そうですか。芝高原だったと思うんですよ。へえ、はい、めっちゃありがとうございました。いや、おかげさまでいいのが、月を呼んでいただいてありがとうございます、いい映画撮れました。ありがとうございます。
ます、昨日の夜中あんなに土砂降りだったんですけどもね、朝になれば一転もう爽やかな晴れでございます。はい、でやってきたのが木戸池、宿がここで、ここまで車で来まして、ここからですね、この自然探照コースかな、すごいけど気にしないでください。なんとか山、あれなんとか山だよね。田野原しつけ、こういう道ってこっち側を歩くのか、こっち側を歩くのか、こう歩くのか分かんなくなるよね。それともこう歩くのかな。おはようございます。はい、させます
お願いします。はーい、お疲れ様でした。すみません、はい、これでありがとうございました。またあの月かあと来年年末上がりできた
言わずに、ね、はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。失礼します。失礼します。いやー、気持ちいい。はい、というわけでございまして、今回の一人温泉は志賀高原熊野湯ホタル温泉にあります一望閣さんにお邪魔いたしました。いやー、いい温泉でしたね。入緑色っていうんですか、緑がかっていて濁っていて、熊が傷を癒したと言われる超良質な温泉ですね。もう入ってるだけでね、もうとろーんとこう体中から癒されて、めちゃくちゃ気持ちのいいお湯、ああいう温泉は珍しいですね。まあ、この辺りでもなかなかないみたいですよ。で、一望閣さんは、スキーだとか、学生さんの合宿がメインだということなんですけれども、まあ、今回のように大人が一人旅で来てもですね、冬場はもちろん目の前がゲレンデですんで、スキーがし放題。それから、湿原歩きとかですね、こう、志賀高原の自然を満喫できるスポットがね、もうたくさん周りにありますし。で、今回ちょっと時期がずれてしまったんですけども、もう気持ち早いとですね、このあたり、寝曲がりだけがめちゃくちゃ取れるということなので、そういった楽しみ方もできるんですよね。で、お料理はですね、素朴な田舎料理なんですけれども、まあ、ボリュームがあって美味しかったですね。もう寝曲がりだけがもうこれでもかっていうぐらい出てくるんでね、もう寝曲がりだけ大好きな寝曲がり二郎としてはね、もうめちゃくちゃ嬉しかったですね。まあ何より、社長さん、おかみさんはじめ、スタッフの皆さんの人柄がね、めちゃくちゃ温かくて、もうなんか実家に戻ったかのような、もうそれくらいくつろがせていただきました。いやー、よかった。あの温泉も入るだけでも価値もありますしね。はい、今回も大満喫じゃ。寝まがり。